提供されたビデオは遺体が発見された駅に以前から備え付けられていた防犯カメラによるものだったってことで、流行り神3実況を追加していきたいと思います。最終はコインロッカーベイビーですね。管理している鉄道会社の方針で撮影された映像は1週間まで保存されているらしい。あ、でも1週間程度なんだね。しかしコインロッカーは3日を過ぎるとマスターキーで中身を確かめられてしまう。ああ、そうなんや。今回のケースでは駅員たちが荷物の存在に気づいていないので、少なくとも3日より前に預けられたということはない。そこで僕らは3日前の映像から順に確認していくことにした。コインロッカーを斜め上から映した映像は粒子も粗く、画像も鮮明さには欠ける。無人の光景は早送りで飛ばしながら羽黒さんが言った。なんだか懐かしいな。コインロッカーがですか？いえ、こういうビデオが。昔はよく見たんですよ。その話はやめろ。終わろう。本当にあった心霊映像とか、幽霊の撮影に成功とか。ああ、ホラービデオ。何を期待しているのか、羽黒さんの横顔は興味津々といった風だ。いや、出るから。出ちゃうから、そんな話しちゃったら。しかし、そんな彼の期待を裏切るようにモニターの中では、ごく普通の退屈な光景が延々と続く。思ったよりもコインロッカーの利用者は多く、サラリーマンや学生、赤ん坊を連れた母親など何人もの人たちが入れ替わり立ち替わり画面の中のロッカーを使っていた。結局3日目の映像には何も見つからず、僕はビデオを入れ替え、羽黒さんは席を立ってコーヒーを入れてくる。2日目の映像を流し始める。基本的には3日目と大差ない。行き過ぎる人の顔が違うだけのことだ。後に遺体が発見されることになったロッカーは制服姿の少女が一度利用しているが、これは数時間後にちゃんと荷物を引き取っていった。何も起こりませんね。気長にやりましょう、こういう仕事は。はーい。深夜0時になったところで3日目のビデオが終わる。ああ、2日目が残っているのは事件当日深夜0時1分からの光景を撮影した3日目のビデオだ。画面隅に表示された時計が深夜3時を回った頃、蛍光灯に照らし出されたコインロッカーの前に一人の女性が現れた。早送りだった映像を通常再生に切り替える。カメラには背中を向けていて顔を見ることはできない。インド警部じゃねえか。どうすんだよこれ。割とこれちょっと言い逃れできないぞ。ただ帽子から覗く髪が長く緩やかにウェーブしているから女性だろうと推測する程度だ。髪切ってこいよせめて。その人物は引きずっていた大きなスーツケースをその場で開くと中から荷物を取り出す。映像は白黒な上、明らかに光量が足りていなくてよく見えないが、両手に余るほどの大きな塊だ。それもグネグネと形が安定しない。まるで中に柔らかなものが詰まったポリ袋のような。あれ。画面を注視する羽黒さんがいぶかしげな声を漏らす。その人物は何度も袋を取り落としそうになりながら、やっとのことでコインロッカーのドアを閉めた。コインを投入すると鍵を回し、来た時と同じようにスーツケースを転がして足早に立ち去っていく。これって犯人ですよね。少なくとも死体遺棄の犯人であることに間違いはないでしょうね。まさか女性の仕業だったなんて。驚きました。ええ、気のせいだろうか、今の女性の後ろ姿は印度警部に似ていたような気がする。いや、印度警部でしょう。どうします、佐々木課長に報告しましょうか。いや、念のため事件当日の映像まで確認しておきましょう。ひょっとして今の女性は事件には関係なく、ただブヨブヨとした荷物をコインロッカーに預けていっただけの人かもしれない。そんな都合のいい話あるわけ。僕の言葉にうなずいて羽黒さんは再び映像に視線を向けた。さすがにこの時間にコインロッカーを使う人はいないのだろう。しばらく早送りを続けて画面の時計が6時を過ぎた頃、ようやく動きがあった。インド警部じゃねえか。また女です。さっきと同じ人物かな。白黒だから何とも言いませんけど、服装や髪型は似た感じですね。それに犯人は現場に戻るって言いますし、でも戻ってくるには早すぎるし、さっきかぶっていた帽子がなくなっている。どっかに置いてきたんでしょうか。その人物はしばらくコインロッカーの前で立ち尽くし、遺体が押し込まれたコインロッカーのあたりをじろじろと眺める。しばらくそうしてから不意にその女性はカメラの方を振り返ると、そのまま立ち去ってしまった。先輩。思わず二人同時に立ち上がる。もう一回映像を巻き戻す。間違いない、インド警部でしょうね。見間違いでも他人の空にでもない、間違いなくインド警部その人だ。口元のほくろが同一人物だと語っている。
それに先輩、あれに気づきました。あれ？ここです。深夜の映像までビデオを巻き戻すと、羽黒さんは慎重に映像をコマ送りして、あるシーンで止める。それはスーツケースを開いた人物が遺体を押し込むためにコインロッカーを開けたところだった。このロッカーの中、よく見てください。暗い画面の中でも光の届かないロッカーの中はさらに暗い。テレビにつながれた機材で羽黒さんが画面の一部を拡大していく。粒子の粗い真っ黒なコインロッカーの中に目を凝らすと、おう、ベイビー。何もないはずのロッカーの中、小さな赤ん坊が女性に手を伸ばして笑っていた。ベイビー。ビデオを検証し終えた僕らはしばしソファーから立ち上がらずに黙り込んでいた。死んだ大見さんは事件当日、インド警部とよく似た特徴の持つ人物を目撃している。そしてその大見さんの住む家の近くでも、やはりインド警部らしき女性はたびたび目撃され、昨日の事件以降ぱったりと姿を現さなくなっている。さらに事件現場を映した防犯カメラには、はっきりとインド警部とわかる人物が撮影されている。そして肝心のインド警部は捜査権、科捜研に異動になったはずなのに、一度も新しい職場に顔を出していない。この状況から考えて、インド警部が一連の事件に無関係とは考えにくい。いや、冷静に考えて限りなく黒に近い状態だ。インド警部が犯人のはずがない。本当にインド警部が犯人なのだろうか。誰かがインド警部を犯人にしようとして、いやー、これはちょっと無理があるんじゃないかな。まあこれかな。現時点ではどう見てもインド警部が犯人だとしか考えられない。だけど僕はインド警部が犯人だとは信じたくないし、犯罪をするような人だとも思えない。それでももしインド警部が犯人だとするならば、僕は身内の犯罪だからこそ見逃してはならないのかもしれない。そうあってほしくないと心から思うけど。モニターの砂嵐の映像だけが僕たちをゆらゆらと照らす。羽黒さんがあっと顔を上げた。でも、もしもあの人が犯人だったら、自分の手を汚さず相手を呪い殺しそうですね。しばし唖然とした後、思わず苦笑した。羽黒さんの冗談とも本気とも取れる言葉に心が少し軽くなる。真面目な話、まだインド警部を犯人と決めつけるのはまだ早いかもしれませんね。さっきの映像を見ても、先輩はそう考えるんですか？はい、考えるというか、あのインド警部がこんなミスをするとは思えないんですよ。それにどうも防犯カメラの映像が気になるんですよね。でも、そんな言い分は課長や捜査一課の人たちには通じませんよ。そうでしょうね。しかもこの事実に課長が気づいたら、僕らだって捜査から外されるに決まってます。羽黒さんの言う通りだった。佐々木課長がこのことに気がついたら、もしかしたら捜査から外されるだけでは済まないかもしれない。それでもその様子だと何か考えがあるんですね。よくわかりましたね。短い付き合いでも先輩のことはよく見てますから。僕ってそんなに顔に出るタイプですか？警察官にはあまり向いてないと思いますよ。君が言うかい。クスクスと笑って羽黒さんは真顔に戻る。それでどうするんです？この情報は限界ギリギリまで僕らのところで止めておきます。バレたら首どころの騒ぎじゃありませんね。ええ、だから羽黒さんにまで強要はしませんよ。やめてください、水臭い。一緒に地下5階で怪しいファイルを仕分けした仲じゃないですか。どんな仲なのだそれは。だから僕にも協力させてください。ありがとう。でもそれほど素晴らしい作戦じゃありませんよ。ただ単にインド警部の情報を握りつぶして、その間に僕らは独自の捜査で真犯人を見つけ出すっていうだけだから。確かに素晴らしい作戦とは言いませんけど、今できる最善の手段でありそうですね。問題はどうやって佐々木課長の目をごまかして僕らだけで捜査を始めるかです。そういうことなら任せてください。課長には適当な理由をでっち上げて説明しておきますよ。適当な理由でっち上げることのプロそうやもんな。天才っぽいもんな。任せて平気ですか？それらしい映像をキャプチャして技術をしておきましょう。大丈夫ですよ、こういうの案外得意ですから。なんかいろんな経験豊富そうやもんな。パソコン関係とか。佐々木課長への偽装工作は任せ、僕は一足先に警視庁から抜け出した。ひとまず近くのファミレスに陣取り、紅茶をお前にシアンを巡らせる。このファミレス、あのファミレスか。相当懐かしいな。
今するべきことはインド警部と接触し、この事件とどんな関わりを持っているのか本人の口から直接聞き出すことだ。しかし今になってもインド警部の電話は繋がらず、自宅住所さえわからないようなありさまだ。総務課にでも問い合わせればわかるかもしれないが、佐々木課長の疑惑を誘うような真似はできるだけしたくなかった。そうなると残された手は一つだけだ。小暮さんや鴨泉警部補、編纂室メンバーに聞いてみるしかない。いやー、ここで言う、なんか勇気な、温存しときたい気がするんよな、今回。結構長そうなんだよな。小暮さんかけよう。携帯を取り出し、小暮さんに電話をかける。忙しいかとも思ったが、コール数回ですぐに繋がった。これはこれは課長補佐代理、お疲れ様であります。腹立つな。なんか、煽ってんのか。お疲れ様です。ちょっと聞きたいんですが。謎の肩書きについて今突っ込んでいる場合じゃない。何事もなかったかのように聞き流して僕は言った。インド警部の連絡先ってご存知ですか？家の住所でも電話番号でもいいんですが。携帯電話番号なら知ってるでありますよ。ああ、そっちはダメなんです。番号を変えたのか、料金を滞納しているとか、繋がらなくて。ああ、では自分もわからないであります。何か急ぎのご用でも。ちょっと、鴨泉警部補が探しているようだったので。殺人事件に関与しているかもしれないとはお首にも出さずにそう言った。それに鴨泉警部補がインド警部を探しているのは事実だ。はは、課長補佐代理も有給中だというのに大変でありますな。バリバリ働いてるわ。有給中？佐々木課長の機嫌次第では永遠の休暇を与えられそうな危機的状況ではあるが、有給など取ってはいない。ブラックジョーク言ってる場合じゃないんだよ。一体小暮さんの中で今の僕はどういう状況になっているんだろう。そうそう、自分はやはり早い土産といえばマカダミアンナッツか。先輩、何のんびり電話なんかしてるんです。もう時間ですよ。なんと、小暮さんの声にかぶって聞こえてきたのは部下である成美さんの声だった。もしかして忙しかったですか今。そうではないであります。ただこれからちょっと行かなくてはならない場所がありまして。何か事件でも。とんでもない、管轄にある児童養護施設に顔を出すだけであります。そんなことをしてるんですね。おっす、身寄りのない子供たちが不自由な思いをしないようにせめて自分だけでも見守ろうと。部下などはそんな暇があったら他にやることがあるだろうと口うるさく言うのでありますが、それはそうだよ、本当に。そのお前がそんなことしてる間に部下に仕事が回るからね。僕は素晴らしい仕事だと思いますよ。それに小暮さんに向いてそうですし。先輩にそう言われると恥ずかしいでありますな。もっとも肝心の子供たちにはなかなか心を開いてもらえなくて、差し入れ代ばかりがかさんで貧乏になるばっかりなのでありますが。でもそう言いながら笑っている小暮さんの声にはちっとも嫌そうな素振りがない。編纂室や捜査一課で血みどろの殺人事件を扱っているよりもよっぽど今の方が性に合っているんだろう。幸せにな、小暮くん。そのうち子供たちを先輩にも紹介するであります。いや別に大丈夫です。と言い残し、小暮さんはテキパキとした部下にせかされるようにして電話を切った。念のため鴨泉警部補にも聞いてみようか。聞くのかよ。鴨泉警部補もインド警部を探しているようだったが、連絡の行き違いで捕まえているかもしれない。もしもインド警部の捕獲に成功しても、それを僕に知らせてくれるとも思えないし。脱走した動物じゃないんやから。しかし残念ながら鴨泉警部補も相変わらずインド警部と連絡は取れないでいるようだった。よかった、なんかカリッジポイント使わなくて。延々と続く愚痴ばかりを聞かされ、これという情報も得られないままやっとの思いで電話を切る。大変やな君。結局何の収穫も得られないうちに課長を言いくるめた羽黒さんがファミレスへとやってきてしまった。念のため彼にもインド警部の連絡先について聞いてみたが、返事は皆さんが知らないことを僕が知ってるわけないじゃないですかとあっさりしたものだった。言われてみればもっともな話だ。僕はもちろん小栗さんも鴨泉警部補も羽黒さんも誰もインド警部が連絡が取れないとは。連絡が取れなくて当然、居場所がわからなくて当然って雰囲気でしたもんね、そもそもが。それを許していた僕らにも責任はありますね。だから編纂室はなくなっちゃったんでしょうか。かもしれません。でもそれよりも、インド警部って何者なんでしょう。何者って、警察官で国家公務員でしょ。そう、僕らがそうであるようにインド警部だって警察官で国家公務員のはずだ。普通に考えるなら、当たり前のように地下5階に存在していた編纂室もそこの主として当然のように振る舞っていたインド警部のことも僕は何一つ詳しくは知らない。
当然投げ込まれた奇妙な環境に身を慣らし、次々、直面する奇妙な事件に向かい合っていくのが精一杯で、足元をよく確かめようともしていなかった。編纂室ってインド警部って何なんだろう。まあこの謎は回収はされないんだろうな。もう最終話だからな。それで先輩、これからどうします？インド警部を探すって言っても連絡先もわからないんじゃ一苦労ですよ。そうですね。実際羽黒さんの言う通りだ。この東京だけに絞ったって人一人を何手がかりもなしに探し出すのは至難の技だ。まして警部が都内にいると限られたわけでもない。こりゃもうこっくりさんにでも聞くしか。おっと、失礼しますと短く断り、羽黒さんは携帯電話を耳に押し当てた。はい。え、また？はい。あ、ちょっと待ってくださいね。キュッと前にを寄せて羽黒さんが顔を上げる。先輩、またコインロッカーから遺体が見つかったそうです。うわ、嫌だな。もうですか？連続性のある殺人事件は珍しくないが、これは あまりに早すぎた。最初の遺体が見つかったのが一昨日、目撃者が殺されたのが昨日、そして今日見つかった新しい遺体。どうします？今なら現場を見せてもらえそうな雰囲気ですよ。もちろん余計なことはするなって釘を刺されてますけど。行きましょう。ここでインド警部の行方について悩んでいたところで解決はしない。それよりも実際に現場に向かった方が収穫も得られるだろう。伝票を持って立ち上がった僕に羽黒さんが目を向ける。じっと見つめられると困惑を覚える子供みたいなあの明け透けな眼差し。わかりました。じゃあ課長にはそう伝えておきますけど。無茶禁物ですよ先輩。わかっています。これちょっとストーリーが若干わかってるだけあって、どういう展開になるのかドキドキするよね。移動の道中で羽黒さんから聞いた話によれば、今回遺体が見つかったのは前回の駅とは全く別の路線にある小さな駅でのことらしい。いや俺こんなこと起こったら、自分の職場とかでこんなこと起こったらやめるわ。その日にやめるわ。引き取り手のないコインロッカーを係員がマスターキーで開けたところ、ポリ袋に入ったバラバラの遺体が見つかったそうだ。うわ、やだな。遺体の状況といい、遺棄した場所といい、同一犯の犯行とみて間違いはないだろう。え、なんか線結んでなんか六芒星でも作ろうとしてたとか、そんなんじゃないの。緊張の面持ちで現場へと到着した僕らを迎えたのは、住面の佐々木課長ではなく、カメラを担いだ大勢のマスコミと必死な顔のレポーターたちだった。あ、警察の方ですか？ちょっとお話だけでも。しかしさすがに僕らも慸れてきた。何も言わず顔を伏せながら迫ってくるマスコミをかき分け、規制線をくぐり抜ける。お願いします、一言だけ。事件についてどうお考えですか？今到着したばっかなのに考えも何もないやろ。僕のスーツの裾を引っ張りながら眠るレポーターにひっそりとため息をつく。大人気ですね先輩。まるで先輩を取材しに来てるみたいですよ。それだけ付け入る隙があるように見えるんでしょう、きっと。あるいは以前の現場でも僕を見かけて顔を覚えていた人がいたのかもしれない。小暮さんと一緒ならこんなことにはならなかっただろうに、と乱れたジャケットを整えていると佐々木課長がやってきた。重役出勤とは結構なご身分だな。すいません、あれこれ聞き込みをしていたもので。おお、それで成果は出たんだろうな。まだ課長の耳に入れるほどのものはないですね。誰の関心もないことをいいことに、その辺で油ばっかり売っていたんだろう。僕ら油売りじゃありませんよ。僕が口を開くよりも早く羽黒さんがニコニコと笑いながら答える。強いな。トンチンカンな答えに毒気を抜かれてしまったのか、課長はふんと犬のように鼻を鳴らした。おい、話にならん。それで課長、現場の状況は？お前が見つけた仏さんと同じようなもんだな。羽黒さんの相手をしているよりマシだとでも思ったのか、いつものように罵倒の前置きを挟まずに課長は答えてくれる。コインロッカーに感応できるまで解体された遺体は前回と同じ大きさのポリ袋に詰められていたとこと、それに際して収納の邪魔になる部位は恐ろしく細かく切断されているが、頭部と左右の手首からは先は個人照合が可能な状態で残されていたこと。またコインロッカーの内部からはやはり免許証と保険証が入れられていたそうだ。そこから判明した被害者の名前は戸越さつき。また女性？両親はすでに他界しており、独身のため家族はいない。しかし医学療法士として勤務している病院を今日は無断欠勤していたそうだ。前回も思ったんですが、遺体をバラバラにしている割にはまるで個人特定をしてほしがっているようですね。
遺体の猟奇的な状況とはいささか矛盾するがな。被害者の身元が明らかになれば、その交友関係や当日の行動記録から犯人が割り出されることになる。だから普通の犯罪者たちは被害者の身元を隠し、自分の身を守ろうとするものだ。しかし今回に限っては隠すどころか大々的に告知しているようにさえ思える。そこにはどんな真意が隠されているのか今はまだわからないが、いずれ事件解決のための大きな手がかりとなりそうだ。それから今回はロッカーの中から手紙も見つかってる。警察への挑戦状でも？そんなわけあるか。被害者が呼び出したと思われる手紙だ。それって犯人逮捕につながれる大ヒントなんじゃありませんか？羽黒さんは目を輝かせているが、課長の顔を見れば大ヒントにならなかったことは明白だ。指紋はなく投函されたのも東京中央郵便局。文面も被害者との関係を伺わせる単語はないし、全てプリンターで印刷された文字だから筆跡鑑定も不可能だ。用心深い犯人ですね。慎重でいながらひどく大胆で、被害者との関係性を伺わせない淡白な文章でありながら、まんまと被害者をおびき出すことには成功している。その上、最初の事件の目撃者を殺している以上、捜査陣にほど近い場所に真犯人は身を潜めているはずなのだ。細切れの情報からは全く犯人像が見えてこない。まあ名探偵先生はせいぜい我々の邪魔にならないところで推理でもしてもらおうか。先に言っておくが、現場には踏み込んでくるなよ。どうもこの一件、貴様が絡んでくるとろくなことにな。そう言い残し、佐々木課長は鑑識の方へと向かっていった。何ですかあのイグサ、先輩だって捜査一課の一員なのに。羽黒さん、一つお願いがあるんですが、頼まれてくれますか？もちろんです。佐々木課長の家に不幸の手紙でも出しましょうか？こういう感情も抱くんだな、羽黒くんは。人に対して腹立つって感情があるんだ。いや、そうではなくて、前回見つかった東条さんと今回見つかった戸越さんの遺体、その異常な遺棄状況から見て、2つの事件は同じ犯人によって起こされたものだろう。外野でマスコミは大騒ぎしているが、幸いにも遺体の遺棄状況は明らかにされていない。ということは1件目の事件を模倣した別の犯行ではなく、同一犯と見るのが自然だろう。そして戸越さんの遺体からは、一緒に彼女を呼び出すために届けられた郵便物が見つかっている。すなわち犯行は突発的ではなく計画的なものだ。ただし目撃者の大見さんは例外だ。彼は事件さえ見ていなければ、あるいはその事実を犯人が知らなければ殺されることはなかっただろう。いずれにしても犯人が当初描いていた予定図に大見さんの死は含まれていなかったはずだから、ここでは除外しておく。つまり被害者は適当に選ばれたのではなく、何らかの基準によって選ばれている可能性が高い。ならば被害者同士の共通点を探っていけば、犯人の手がかりを見つけ出すことができるかもしれない。調べ物を頼みたいんです。犠牲者である東条さんと戸越さんの何らかのつながりや共通点がないかの。それを課長たちよりも先にってことですね。ええ、わかりました。そういうことなら任せてください。そう言って羽黒さんは現場から飛び出していった。さて、残された僕は何とかして現場の様子を一目見たいんだが。痛い痛い痛いってば、話してよもう。怖え、もはや怖い、恐怖だよ。どこかで聞き覚えのある声だ。ジャーナリストに向かってなんてことするのよ。ペンは剣より強いのよ。怖い、この声はもしかして優香さん？大毛くん、ねえ、この人に腕を離すように言ってよ。界隈乙女をバカ力で掴むんじゃないって。知り合いですか、玉込み警部補。すいません、兄の教え子です。なぜだか申し訳ない気分になって、深々と頭を下げながらそういう、いや、申し訳ない気持ちになるでしょう。これは教え子、さっきジャーナリストだと名乗っていたが、正確にはジャーナリスト志望です。ジャーナリストに大切なのは肩書きじゃないわ、心意気よ。帰れ。いいから優香さん、ちょっとこっちへ。何事だと興味津々のカメラマンたちに気づき、僕は優香さんを物陰に引っ張り込む。当然険しい顔をした夏目警部補も一緒だ。一体何をしてたんだい、こんなところで。決まってるでしょ、取材よ。こいつもなんか留置場に放り込んだ方がいいんじゃないか。大胆にも現場写真を撮りまくっていたんです。マスコミにしては随分若いし、不審に思って声をかけさせてもらいました。なんてこと。思わず頭を抱えてしまう。いいじゃない、写真ぐらい、減るもんじゃないし。そういう問題じゃないんだよ。とにかくほら、カメラを貸して。あ、エッチ。
もはや言い返す気力も失せて僕は無言で優香さんの首から下がったカメラを取り上げる。ジャーナリスト志望ならもうちょっといいカメラ使え。慣れないデジカメを操作すると運を言わさずに SD カードのデータを初期化した。結構えげつないことするな。ああ、なんてことするの。ほら、夏目警部補に謝って迷惑をかけたんだから。デジカメを掴んだ優香さんの頭を押して無理やり頭を下げさせる。申し訳ありません、夏目警部補。一応彼女を事情聴取いたします。彼女は責任を持って大学まで送ります。まあ、こっちだろ。そうしてください。こんな騒ぎが課長の耳に入ったらまた我々まで八つ当たりの対象にされてしまいますから。どうやら課長の八つ当たりには夏目警部補も手を焼いているようだ。ここは速やかに撤収しておく方が賢明だろう。そうします。ほら行くよ優香さん。ふんだ、わかってるわよ。大胆不敵にも夏目警部補にベーと舌を出した優香さんをタイミングよくやってきたタクシーの中に押し込む。サイコパスやんこの子。ちょっと住の大学へ。あいよ。何もいないな、何もいないな。バックミラーになんか映ったりしないよな。自業自得とはいえデータを全部消されてしまった優香さんは柄にもなくしょぼくれていると思いきや好奇心いっぱいの顔を僕へと近づけてきた。ねえねえ、どうしてお前君が捜査一課の人たちと一緒にいたの？それに小暮さんやかごめさんもいなかったし。いろいろと事情があってね。事情って？仕事なんだからそう何でもかんでも教えられないよ。ポケットから取り出した IC レコーダーを引っ込めさせため息混じりに答える。そんなことよりさっきみたいなことは二度としないようにね。下手をすると公務執行妨害で逮捕されても文句言いないよ。そんな下手は打ちません。下手しか打ってないやないか。下手な鉄砲を数が撃ちまくってるよ。何言ってんだ俺。佐々木課長のことを知らないからそんなのんきなことが言えるんだろう。それにしても撮った写真を消された割に優香さんの機嫌は随分いいようだ。もっとも泣いてわめいて怒られたところでどうしようもないんだから機嫌がいいに越したことはないんだけど。一抹の不気味さを感じているうちにタクシーは隅野大学の正門前で止まった。旗から給料金など払うつもりはないらしい優香さんがぴょこんと道路に飛び出す。こいつと付き合うの絶対嫌だわ。いいかい、全部終わったらちゃんと説明してあげるからもうこんなことはしないように。わかったね。はいはいっと。そう言いながらも優香さんは首から下げたデジカメをいじくり回している。どうせ内部メモリーとかに入ってんじゃないの。じゃあ兄さんによろしく。運転手さん、今度は警視庁へお願いできますか。そう言ってから道端に立った優香さんに視線をボノス。なぜか自慢げな顔でデジカメのモニターをこちらへ向ける優香さん。それは腹立つ顔やな。確かに消したはずの写真、現場のロッカーがそこには表示されていた。内部メモリーとかでしょう。おお、なんだ、普通に偽装か。おもくんに連れて行かれる間に SD カードを入れ替えておいたの。なんてことを。それ言わなくてよくない。まだまだ甘いね、おもくん。それ言わなくてよくない。優香さんがにんまり笑うと同時に僕を乗せたタクシーも走り出す。そんなこったろうとは思ったけど、やられた。まさかそんなテクニックを使ってくるとは。可愛げもねえし、どうしようもねえな、あいつ。しかしあの根性、確かにジャーナリストには向いているのかもしれないな。そのうち関西弁使い出す可能性あるぞ。大騒ぎさんのように。不本意ながらそう思う僕であった。いや、こうは、あの女怖。この世界に出てくる女みんな怖。はい、ということで今回はここまでで終わりたいと思います。また次回この続きがやっていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。